キーパーは左キミコが入っています。さあ今スローオフです。右から左に攻めていくのが香川銀行シラソル。点チャンスの際にファウルがありますと7メートルスローが与えられます。投げるのは岡田。岡田これはセーブしました。1番の左です。スローということになります。パッシュの手が上がっている。消極的なプレーは相手ボールになる。そして大きく右へ振ってシュートって決まりました。6番の山下ひなみ。その岡田のプレーが明らかなシュートで得点チャンスに、まあ、ファウルをしたというふうに判断されました。シューターは7番の服部。服部一旦戻して伊地知が縦に突っ込んでくる。そしてここはスペースができてワンドリブルでシュート決まりました。19番の北野園遥香できてるんじゃないかなと思います、ね。さあそしてその岡田に対して前についていく。そしてステップシュート、ここが決まりました。15番の江本の得点です。悪いてしまいました。さあソニーはここ押していこうというところ、ロングスローがつながってそのまま持ち立ち、しかしここも下場だ。ナイスキーですね。しかしここはソニーのボールになる。さあ縦つながる、横へ渡してシュート決まりました。29番の龍泉寺です。13番は吉本リオ、上からシュート決まりました。9番の安藤の得点です。流れも変えてほしいですね。27番の川島エリが左のウィングにいます。そしてここはまた下に行ったシュート決まりました。これはけれども ね、そしてここで2分間の退場解けています。ゴールキーパー戻ってくる。そしてここはシュート決まりました。金城です。取られています。フリースロー再開、縦につなぐ。そしてピボット受け取ってそのまま持ち込んでシュート決まりました。これは見事に。2分から25分になるところ、得点12対11、ソニーが5連続得点で勝ち越しに成功ですが、ここで1本返します。さあ再び19番の北野園が入ってきています。そして近所から服部、さすがのシュート率です。これで14点目。北原上からシュート、ここは決まりました。では中尾から左へ戻す。ちょっと前にこぼしている15番江本、そしてパスですけどもここは決まりました。見事にと、はい、さあ後半が、スローオフされました。ソニーセミコンダクターマニフャクチャリング。北原、そして金城、ピボットを通してシュート、ここは決まりました。ナイスパスですね。金城選手いい連携です。ここは枠外です。ゴールキーパー1番の飛田です。さあここは速攻つながる。9番の笠井、しかしナイスキーパー。ゴールキーパー16番の薄井です、はい、でも上手でしたね、はい、今の。そしてその上からシュート、ここもしっかり決める。努力の跡が見られます。ここが、まあ、アグレッシブなディフェンスといった部分が裏目に出てしまったシーンでした。そしておっと、ここは岡田の得点です。ここももう一度サイドプレイヤーですけれども、平田がセーブしています。さあソニーが速攻に行く、縦につながる。9番の笠井からいい、ね、そしてシュート決まりました。今度は横への素晴らしい動きがありました。まあ、縦への推進力もありますけど、横への動きもすごい。そしてここは岡田の得点です。こう打てて、はい、とても楽しみな選手です。これで6得点、26対17。そしてここは服部です。残念ながら危険という形で、その地を踏むことがありません、うん、その悔しさを晴らしたい。この今シーズンのプレーオフ進出まもなくです。宝田としてはめっちゃ嬉しいんだというような話をしていました。さあそしてここは決まりました。20番の松浦の得点です。こういうふうにつながる試合をやっぱり今みたいなこういうミスが連続してしまうと苦しいので、はい、そうですね、はい、近づいている後半のまもなく22分です。さあここはついてきたところをピボット通してシュート決まりました。14番の谷の得点です。さあそして8番の山口、一旦戻す。山口自らってステップシュート決まりました。ここもよくディフェンスついています。ソニーです。正面から当たっている中尾、回り込んでシュート決まりました。14、もう勝利は間違いないところ。谷、そしてピボット通ってシュート、ここは決めた。3番の初見の得点です。これで大台の40点、40対24。プレーも良かったですね。はい、縦の2対2もあるんですけれども、ポストとの横との2対2でしっかり点数が取れました。そしてここで試合終了です。40対24、ソニーセミコンダクターマニファクチャリングが関東のファンの前で4年連続のプレーオフ進出を果たしました。